毎度です。えー、今日はハードな一日でした。えー、っとですね、聖地巡礼のためにですね、今日は一日、えー、業務を、えー、私自身一人でまあお休みしてですね、えー、その前にだから先週ぐらいからずっとハードスケジュールで、えー、で、まあ今日入ってきた仕事は明日に回すということでですね、 えー、今日はリハビリ行って、で、その後ですね、ちょっと、あのー、アメシャ協会でも有名な方のお家に、えー、聖地巡り、えー、聖地巡礼を、えー、ちょっと膝がちょっと心配だったんですけど、あのー、ブレイクの止まる先生にですね、付、えー、き添ってもらって、どうしても膝がね、痛かったら、交、え、代、ー、してくれるよっていうことで、 うん。で、まあ、高速乗って、えー、ぐるーっとこう、どこだ厚木、あっちわ厚木の横の上の相川町っていうところに、えー、聖地巡礼で行ってきまして、えー、いろいろもう、うちのキャサリン号がですね、もうリア沈んじゃうぐらいにいろいろとお土産をこういただいてきましてですね、ものすごい数の <laughs> お土産を <laughs>、 こういうアメリカンな本が、あの、もう何百冊みたいな、そういう、えっと、主にもうほぼほぼ、アメカジというか、アメ車の本ですね。え、それを、え、いろいろとお土産をいただきまして。で、それで、帰りは、まあ夜なんでね、もう今ね、え、11時過ぎですけど、 あの、帰りはすごく空いてたので、下道でずっと厚木を通って、茅ヶ崎通って、で、江ノ島通って、それで、ま、江ノ島ぐらいから僕ももう道はわかるんで、あの、ま、帰ってきて、ね、あの、今、少しずつ積んだ、お土産をですね、少しずつ、あの、今、私のお部屋の2階に運んでるんですけど、 あの、家が、2階が沈んじゃうんじゃないかっていうぐらい。あの、キャサリングはもうこんなになっちゃってましたからね。うん。だから、リアのタイヤを LT タイヤにして、空気を、エアを3.5キロぐらいパンパンにしていきましたけど、やっぱ LT タイヤって、やっぱ高速にはそんな適してないですよね。行きは高速で、帰り、あの、荷物は全然なかったんで、やっぱちょっと、 80キロ以上になると、こう、ふら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 するんですけど、帰りはもう、荷物満載で、もう、フロントこんな上がっちゃってて。で、だけど、あのー、あれでしたね。すごく、安定してましたね。うん、重,重たいから。で、行きがけに、えー、っと、ガソリンを満タンにしてですね、燃費測ってみたんですよ。で、私の、その、96の、マーキュリー、グランドマーキーがですね、 燃費系がそこそこ、あのー、正確なんですね。うん。なので、満タン方じゃなくて、燃費系を見ながら走って、で、行きは、えー、三浦海岸方面から、横浜横須賀道路、狩場まで行って、狩場から、えっ、ー、と、ほど替えバイパス、で、ほど替えバイパスから、透明高速で、透明で、えっ、ー、とー、えっ、ー、とー、えー、となんだっけ、エビ名エビなの次の、なんだっけ、あ,あと、忘れちた厚、厚木かどうか、そっから、うー、 県王道。県王道は神奈川県の中央にあるから県王道なのかなと思ったら首都圏の県に王なんですね。中央の王なんですね。で全然知らずに、もう、まあ、あの、県王道なんか昔なかったからね。で、ま、あこう、県王道を行って、それで、えっと、宮ヶ瀬のダムを目指しながら、えー、聖地に行ってまいりました。はい。 で、そこの聖地はだから最初で最後になって、またお引っ越しをなされるということでですね。あのー、いろいろお土産を <laughs>、頂戴してきましてですね。で、アメ車の本は、ダブってるものは、みんなすいません、あの、ヤホークで出させてもらいます、つって。まあ、あの、片付けながら、荷物を片付けながら、あ、いただきます、あ、いただきます、つって。あの、<laughs> 半ば、あの、あ、これもいただきます、あれもいただきますっ、つって。で、帰ってきて、で、燃費を測ったらですね、まあ、9.7ですね。はい、えー、っと、横須賀市の津久井に到着しました。相川町、相川町にって帰ってきて、上道を通って、帰りは下道で、リッター10キロ以上走りました。うん。 で、まあだから、まあ上、行き上通って下帰り通って、まあ往復で1七八7、0キロですね。うん。で、そしたらまあ10キロ強ということですね。100キロ走るのに9.7、点七リッターですよっていうことで、まあリッター10キロ以上を指すということですね。あのー、まあ、 10万キロ、も11万キロぐらいなんですけど、買った時は4万キロぐらいだったんですけど、今11万キロだけど、まあ、やっぱ高速は、アメ車は、うん、燃費、まだまだ、いいですね。うん、もう、もう10万キロ以上走ってんと、クリアランスがね、広がってんのかなと、もともとアメ車ってね、クリアランス大きいから、まあ、オイル足し足し走ればね、あの、もう何、何十万キロも、何十万マイルも走るという V8 エンジンなので、うん、あの、やっぱ高速は燃費ですね。 あの、やっぱ、国産と違ってエンブレみたいなのがやっぱ、ないんですよね。だから、80キロ人口で一回、ブワーッと80キロぐらいまで出すと、ずーっとこう、惰性で行っちゃいますんで、非常に、あの、行き分けも、行きは燃費良かったし、帰りは、なんだっけな、410何号線からそのまんま、そのまま茅ヶ崎までぐーっと下ってきて、 ええ、で、あと、江ノ島。まあ、江ノ島七里ヶ浜ぐらいになると、まあ、ちょっとやっぱ道路。でも、そんな混んでなかったかな。うん。それで、あとは三浦半島を越って、早間下って、で、三浦海岸の方出て、つって。うん。まあ、そこそこ、まあ、燃費がそんなに悪くないな、っていうことで。うん。上と下通って、まあ8、八、九、九キロ。 行くかな ?8 キロ。8キロは確実に行くだろうなんて思ったんですけど、まあ10キロ刺したんで、よしとするかなっていう、まだまだ、あのー、現役で使える、マーキュリー、グランドマーキーの、ええー、お話でございます。えっとね、ええー、それとあとは、ええー、聖地に行きまして、お土産、こういう、洋書ですね。これはね、これ希少だよ、これ。これはまず、まあ、 あのー、すぐには出しません。こ、この辺は。私が読んでから、あのー、まあ、全部英語なんですけどね。うん。で、こういうのはですね、あ、すごいなイエンコ。うん、シェーベル。うん、イエンコシボレー。バーガーシボレート。うん。素晴らしい。もう、ないよ、これは。 うん、日本では多分、なかなか売ってないでしょうね。まあそういう要書もありますし、あの、アメ社アメシ専門雑誌とかもありますしね。あの、それは、えっと、アメ社専門雑誌はダブってるものはどんどんヤフオクに出させてもらいます。はい。それなので、まあ毎日毎日楽しみにしといてください。うちのヤフオク、少ーしずつ要書とか、 その、アメシャ、ダブったアメシャ雑誌。うん、どんどん出していきますけど。いいですよ。これはね、あ、えー、道路、道路の看板とか、あの、ドライブインとか、そういう専門の写真の、あの、雑誌ですね。うん。高っいや、こんなお土産でもらっていいのかな 日本、日本の値札がついてましたけど、どえりゃ値段ですね。うん。まあ、そういうのが、あのー、500、500冊ぐらい。<laughs> すみません、どうもありがとうございます。カズさん、どうもありがとうございます。うん。で、えっと、少しずつ出していきますんで、えー、ぜひぜひね、えー、うちのヤフオクをこうチェックしてみてください。ってことで、今日は、えー、とりあえず車から少しずつ下ろして、 えー、いろんな資料とか、資料とかね、アメ社の資料とか、アメ社の写真集とか、アメ社の月刊誌とか、<laughs> あの、アメ社ばっかりまあそういう、そういう聖地を、あの、巡ってきましたんで、うん。あのー、チェックしといてください。えー、ってことでした。じゃあねー。